どうも、ウサギMです。今回ね、マンティスが最近あまりにも不調すぎると、もうなんならね、一旦ちょっとコウキさんとキムシティシュウを呼んで、実はオーダーがね、迷いすぎてんじゃないっていう、もう SBI の頃のあの神オーダーって言われてたシュウはどこに行ったんだと話していきますか。そこちょっと悲しいんですけどね、ちょっと話しましょうか。もうこれ話さないとちょっとファンの人もほんまに下手なんじゃないかって思っちゃうし。そうだよね、うん、分かったもんね。だってキレてたよな、もっと自分が最強のオーダーっていう自覚持ってたんじゃない。まあね、まあでもその前例、その月下でのその成功体験っていうのものを捨てろみたいなことを小時さんに言われたんですよ。うんうん、いやメンバーは変わってるしね、実際そうやと思うし、実際そうやと思うし、やっぱ半年、ん、何年、何年も経ったわ。 SBI 解散してからどんぐらい経つんや。でも1年、半年ぐらい経たないね。まだ半年ちょいかな、半年ぐらいな、うん、うん、まあ環境も変わりましたよね。実際だって最強っていうチームが変わったから。変わったね。うん、なんなら一時期チューがマンティス入った頃ぐらいまで決まってなかったんじゃない、このチームが一強っていうのが、うん、最近になって彼らとリンクスがちょっと吹き飛んできてるけど、うん、うん、まああとはちょっと悪いのを一つちょっと言わせてほしいかも。何よ。アンチがちょっとホームラン、アンチね、アンチが一生ホームラン。アンチはちなみにホームランだよ、ずっとずっと、ほんまにホームラン、ずっとホームラン見たことないよ。木村が一生ブツ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 言うんやから。もうね、だって何してんの木村彼氏目線みたいにしようとしない、なんかウェブカメの調子悪いんかな、うん、どうよ木村、どう思う。で木村ってさ、司令塔ってわけやん。はいはい、うん、でウサギも司令塔に近い立場やったやん。まあチームによってはね、オーダーが不在の時は動かしてたりはするわけだけど、実際どう、この司令塔、これぶっちゃけでいい、ぶっちゃけぶっちゃけ、シュウの司令塔優しさらしい。いやー、やっぱ前まではこうやったけど、今はこうや、うん、こうなって、こういうところが悪いんじゃないっていう指摘までなんなら入れてほしい。いやー、まあ俺はキムシティは初めましてじゃんか、マンティスで。俺は何かと初期の方からずっとシュウとチームが被ってて、まあシュウは分かると思うけど、ずっと、うん、そのチームの立ち位置ってさ、あんま変わってないわけじゃん。うん、シュウがオーダーで、まあ、それを若干アシストしつつ意見ポコポコ出してっていうのは、うん、俺ら今まで所属してきたチーム変わらないじゃん、うん、いや分かるんだよ、シュウが今までどういう動きをしてたとか、どれぐらい自信を持ってやってたかっていうのは、うん、でも実際今マンティスに入って久々にやってシュウと、うまいんだよちゃんと荒野行動は。でも歯切れ悪い、歯切れ悪い、うん、前までのこれをしたら絶対に勝てるっていう、うん、多分自分の中での正解を見失いつつあるのかなっていう、うん、結果が出てないのがしょうがないんだけどね。間違いない、ほんまそう迷うようになった、うん、そうね。 SBI とかの時はさ、結果が出てて勝ててたじゃん、その立ち回りで、うんうん、だからめっちゃ言い方悪くすると、同じことを擦り続ければ勝ててたんだよ、うんうんうん、しかも今って界隈のレベルが高いけどさ、うん、SBI にいた頃って正直そこまで強くなかったわけじゃん、周りのチームが。うーん、そうね。だから今、まあ、強いチームはいたとはいえ、ちょっと先チームが、そう、好きに動けてなかったじゃんか、噛み合ったりして、うん、そう、多かったからね先チーム。でもやっぱり今の彼らの調子がいい理由って、まあ正直今ぶっ飛んで接敵が強いわけじゃん、接敵の終わる速度だったり全てが、うんうん、うまいんだよ、めっちゃ言い方悪いんだけど、雑魚狩りがうまいんだよ。めっちゃ自分たちよりもあまり上達してないチームに対してのアプローチがめちゃくちゃうまいんだよね、うん、で SBI もそうだったんだよ、俺が見てた限りでは、うん、自分たちが優位の時に完全な優位を取ったまんま潰しきって、他の漁夫なり追従を許さない、うん、でも界隈全体のレベルが上がってきたから、その擦り方じゃ勝てなくなったんだよね今俺らは。そこによって不正解だった立ち回りを正解にできるフィジカルっていうのは今俺らにないわけだから、まあ、そこをしっかりチームでわきまえて、分相応の立ち回りをちょっと考えなきゃいけないのかなっていうのはね、あるよね。あるなぁ、まじその通りやと思うわ、まあ、そこがちょっと SBI とやってた感覚ではまた違うから、うん、まあ、経験のしたことのない立ち回りだし、経験したことのない考えだと思うから、ちょっと難しいし迷ってるのかなっていうイメージ、うん、ありがとうございます。じゃあ木村聞こうかな。まあまあ俺も、まあ、元々その司令塔的な感じのことをしてて、まあ、絶対的な司令塔とかではないけど、うん、まあそういう、まあ、自分が決める機会が多かった立場から、まあそれこそ主さんも SBI の時に、うん、絶なんて言うんだ、ごめんな、でかないペットボトル、でかない絶対的な、まあ
なん実績も含めて、なんていうんだろう、今までのトータルで言うと、まあ、自分よりも、まあ、圧倒的に、なんていうんだろう、こっちを選んだ方がいいだろうみたいな、確率的な問題で。で正直俺、このゲームっていうか、バトロワは、確率のゲームだと思ってて、でそれで、まあ、しょうがないを引いたら、まあ、それは別にいいんじゃないって、俺、割り切りたいタイプなの。それ、こっち側の線、なんていうんだろう、噛み合いだしね。噛み合いだから、この選択をしたときにこれ起きたらまずくないっていうのはもうそれはしょうがないとして、っていうだからあれだから、まあ、だから確率高い方がいいと思って俺は結構周さんの意見をなんて言うんだろう、まあ普通に聞いた方がいいだろうと、どう考えても。でそれでまあでも周さんの司令塔って俺的にはなんて言うんだろう、周さんが大まかなことは決めるんだけど、その中でもパーツは自分たちで作っていこうっていうタイプの司令塔だと思ってるの、俺が今やってるうちでは。だから俺は今まで逆に骨組みというか、だからまあパーツを組み立てる側だった、完成を作るものだったから、逆にパーツっていうかちっちゃなパーツを作る側の立場が今、まあ正直そこまで俺としてのレベルが絶対高くないから、何、まあ、て言うんだろう、自分としてのレベルがまあ追いついてないから、まだ中3のオーダーに対して 100% の、まあ、仲間としてのアンサーは出せてないのあるから、まあ、正直中3が調子悪いって言ったとしても結局答えるのは俺らだから、まあ、それに自分としては答えられてない側だから、別に間違ってない。中3が自信を失う、結果出てない。SBI の時はめちゃくちゃ結果出てたけど、今は結果出てないっていうのは、やってること自体は間違ってないと思うから、まあそこで、俺的には時間が解決してくれるんじゃないかなっていう考えだね、俺的には。中3がめっちゃ悩んでるけど、まあ、そこまでじゃないみたいな。なるほど、ね。まあわかる。自分の調子悪い。結構人間って、マイナス面、マイナス的に考え始めると全部うまくいかないくなるのわかる。まあ、その、なんか自信、結構自信大事だと思ってるから俺。どうしよう、今の意見を聞いて、何も聞いてなさそうだったけど。聞いてたかな、マニ。ありがとう、ギブラ。頑張るわ。じゃあ、コウキさん行こうか。聞いてないね、これ。コウキさん行こうか、じゃあ。まあ、コウキさんが多分一番一緒にやって、一番、マンツに入ってからは、マンツに入ってからは一番一緒にやってるわけや。この中やったら。そうね。どう？まあ、頑張ってるけどうまくいかないねって感じやね。うまくハマってない気がしてる。そう、なんかまあ、まあ、うまくいかないことはあるからね。なんか、まあ別に、結構意思持ってやってるし、いいんじゃないかな。なんか適当にやって、全然、決して適当にやってるわけじゃないのはわかるし、まあ、いいと思います。このまま頑張りましょう、一緒に。まあ、ということでね、俺が思う横断イメージと、キムシティ、大木さんの、に対しての悩みというか疑問をね言ったんだけど、実際どうなの、シュウはマンツに入ってやってみてオーダーを、ハイスピードと全く違うわけじゃん。